プレーボール。皆さんこんにちは。大分の高知親方です。さあ、熱戦続く第93回で選抜高校野球大会。今日もですね、2回戦、3つの試合が行われました。まあ、個人的には九州デーだなということでございますが、いつも通り、まあ、あまり試合をほとんど見ておりませんけれども、いろんな情報を見ながら、本日の3試合のご紹介を行います。今夜もお付き合い、よろしくお願いいたします。さあ、7日目ですね、1試合ずつですね、簡単に紹介いたしますけれども、まあ、全体を通しての、Today's Key Number じゃないですけども、まあ、キーワード、まあ、難しいんですけれども、まあ、接戦というのも思いついたんですが、ありきたりですので、まあ、あえて言うならば、紙一重の機動力といったところですね。まあ、これはちょっとこの後、順番に追って説明をいたします。まず第一試合がですね、こちら関東の、神奈川東海大相模が、ですね、中国鳥取のですね、鳥取城北を1対0で下しました。まあ、今日の3試合いずれもそうなんですけれども、まあ、昨日、私は、まあ、2回戦になると、少しずつ差がつくのかなと思っておりました。しかし、今日の3試合、なんだかんだで接戦ですね。やはりこの春の選抜、実力が拮抗してると言えます。本当、結構これびっくりしたんで、個人的にはもう少しこう点が動く、試合かなと思ったんですが、蓋を開ければ、1対0、この1点がものを言う、試合になりましたね。かなりまあ引き締まった試合でございます。東海大相模がですね、相手のエラーやですね、そして安打でですね、チャンスをものにして、虎の子の1点を守り切ったというところですね。まあ、鳥取城北はですね、最終回にこう、チャンスあったらしいんですけれども、そこで好機を生かせずにですね、まあ、単身で確か終わったはずですけれども、まあ、あと一歩及ばずというところでございました。まあ、本当にね、実力伯仲の、良い試合だったんではないかなと、まあ、動画見てませんので、もちろん申し訳ないんですけれども、まあ、スコアだけ見ると、そのような印象を受けます。続きまして、第2試合、九州対決です。福岡のですね、福岡大大濠がですね、21世紀枠、沖縄の具志川商業を、8対4で勝ちました。これ、点を見るとですね、あ、4点差もついたんか、というふうになりますけれども、実際この試合延長まで行きました。で、そこまで延長行くまではですね、本当に、取った取られての I love you じゃないですけれども、本当にシーソーゲームでかなりですね、面白い試合展開だなと、まあ、速報とか、ちょっと動画を見る限りは、感じました。実はですね、昨年の秋の九州大会の準々決勝、のですね、対決で、その時は大濠が3対0で勝ったはずですね。完封ですけれども、今回甲子園に来ると、この冬を越えると、やはりこう実力は拮抗してきますし、まあ具志川商業としてはリベンジと行きたいところだったんですね。ただ、福岡大大濠がですね、まあ両チームともですね、ホームランと、そして今回のキーワードですね。機動力を生かした試合で、かなりこう、動いた試合になったという印象です。まあ、ホームランどちらのチームも出ましたし、なかなかね、こう、2回戦になって、ね、ホームランが少しずつ出るようになったなという印象でございます。まあ、機動力というところですけれども、まあ、私が見てたのは多分中盤ぐらいか、初めの方やったですかね。まあ、ちょっと動画で見ながら、結構両チームとも、次の塁を狙う走塁をしているのが印象的でした。ヒット打って、あ、左中間破った二塁で終わるか、いや、三塁行くとかですね。次の塁を狙うという、まあ、機動、本当にまあ、足を使った、で、小技も使った、機動力のイメージがありましたけれども、まあですね、この機動力がですね、武器にもなれば、ある意味ではこれ、リスクがある。こうですね、失敗する可能性も高いというところでですね。まあ、ちょっと私もおぼろげなんですけれども、具志川商業が、まあ、そうやって攻めていったんですけれども、
途中多分それで逆に機動力、この盗塁とかなんか走塁の方でミスがあったような気がして、なかったらごめんなさいね。それがこう勝負を分けたのかなというまあ印象でございます。福岡大大濠がですね、4年ぶりのベスト8進出でございます。まあ九州とね当たってきたからですね、次多分東海大相模とのですねベスト4かけての戦いだと思いますけども、ぜひあの九州勢とね同じ、九州の人間として応援をいたします。さあ皆様お待ちかねっていうか、まあ私だけですかね第3試合注目ですけれども、私の地元九州大分の明豊高校が ですね近畿地区ね和歌山代表の市立和歌山、市立和歌山ですかね、対戦をいたしました。どうなるかなと思ったんですけども、やはり接戦で、まあ大分の明豊が2対1で、市立和歌山を下したゲームでございます。まあまあもちろん私が地元大分だからという注目もございましたけども、まあまずは、市立和歌山のですね、エース小園投手、もうプロ注目です。あの150キロ以上も出せる、速球派ピッチャーでですね、まあちょっと私もちらっと動画で見ましたけども、彼がね出ると打てないですね、おそらく。球も速いですし、結構テンポよく投げるので、バッターとしてはこうなかなかこう落ち着かない、こう的を絞れない、こうまあある意味でいやらしいピッチャーですね。まあ、プロ注目のピッチャーと対戦と なるんですけれども。まあ、ただですね、実は先発はですね、和歌山、米田投手でした。2年生ですね。まあ、いろいろとね、あるんでしょうけども、この米田投手もですね、非常に良いピッチャーということで、結構コントロールが良いということでですね、まあ、明豊も強打ですけれども、結構、抑えられましたね。まあ、先生はですね、米田投手の時から、だったんですけれども、それ以外は本当ゼロ更新で抑える、すごいいいピッチャーということで、もう、ね、市立和歌山は結構、やっぱりこう、投手力と守備力がこう、強いチームだなという印象でございます。で、まあ、明豊もですね、まあ、ピッチャー、初戦ではですね、フォアボールがたくとかデッドボールもいろいろ出てですね、制球力が定まらなかったんですけれども、今回先発は左の太田投手。で、その後ですね、西原投手も出てですね、右手ですけども、まあ、なんとか、市立和歌山、市立和歌山ですね、1点で抑えました。本当1点を争う試合になりましたし、まあ、明豊っていうのはですね、本当、毎度申し上げてますけれども、まあ、甲子園では、劇場をですね、演じるわけですよ。普通に一方的に勝つ、一方的に負けるではなくて、なんかこう、最終盤までもつれる、このどっちが勝つんだろうという、まあ面白くもあり、こう、応援する側としては、かなり痺れる、手に汗握る展開ですけれども、今回もまあそういう劇場となりましたね。初戦がこう点の取り合いでしたけれども、まあ割と2年前のベスト4行った時もそうですけれども、この引き締まった、こうロースコアのゲームでも、こう明豊は勝てるというところが、こうしぶとい強さ、相手にとっては本当にいやらしい野球だと思います。まあ私自身、まあちょっと今回、どっちが勝つかなというのは、まあ地元 B 級を抜いたとしても、まあ入れてもですね、まあ、五分かなと。まあ、市立和歌山が勝つという線も、まあ、割と強いなと思ってました。もう、ピッチャーがとにかく良すぎますし。ただ、明豊はですね、まあ、これまでの私なりの思っている傾向ですと、意外と、プロ注目とか、大会屈指のとかいった、良いピッチャー相手に対しては、意外と、競り勝ってるんですね。まあ花巻東の菊池雄星投手にはまあ2回、ね、連続負けて悔しかったんですけれども、例えばまあ同じ年のその2009年の話ですけれども、夏ですと、阪神タイガースに来ました愛媛の西条のですね、秋山投手ですとか、沖縄ですね、ソフトバンクに来ました琉球トルネード興南の島袋投手なんかとも対戦してサヨナラ勝ちもしましたし、結構ね、
その他2年前で札幌大谷とか平安とか強敵も倒して、こう結構粘るですね、なんだかんだ打ち勝つというところがですね、このまあ明豊のお家芸かなというふうに思っております。まあ、今回もそれをですね発揮して、好投手をクリアしているというところで、やはりこの明豊の打線というのはですね、こう注目ですよね。今回その小園投手からも1点取りました。でその時はですね、代打で出たんですけれども、代打の選手がまあ初戦はですねレギュラースタメンで出ていたものの、後半というかこの試合はですねベンチスタートということで、本人の中で悔しかったということで、もう気持ちでですねレフト前にバーンとクリーンヒットを打って、小園投手から、まあ、決勝点となる2点目を勝ち取ったわけです。まあ、精神論だけで通じる世界ではないですけれども、これはもう気持ちがやっぱ勝った。ね、強く振り抜いて、レフト前に持っていって、というところがですね、このまあ、高校球児といいますか、夢舞台で、まあ、良い可能性を広げている、まあ、重要なプレーだったかなというふうに思っております。で、キーワード本日のですね、機動力というところですけれども、これですね、勝負最終的な本当の分かれ道はですね、9回の裏ですね、市立和歌山の攻撃でありました。最初バッターがまあ、確かデッドボールで出たんですよね。で、その後の、このノーアウト一塁、もう同点のランナーですよ。もう貴重なランナー。ここで、じゃあ、ね、市立和歌山どう動いたかというと、結論言うとですね、なんかこう、ランナーが飛び出して、結局二塁で、キャッチャーからの牽制でアウトになって、ランナーなしの状態になるんですけれども、まあ、バントするふり見せて、確かバッターは、バッティングしたりなんかですかね、ヒッティングの構えしたけども、振らずに、で、二塁で、フォースアウト。というかタッチプレイ、ごめんなさい、タッチプレイですね。で、アウトになったんですけれども、まあ、市立和歌山の半田監督曰くですね、なんか、本当は一塁三塁の場面を作りたかったということですね、なったんですけども、そこはまあ、うまくいかなかったということで、まあ、この機動力野球ですよね、足と技を使う、野球っていうのはですね、こういう難しさがあります。まあ、かなりの、これ、思い切った勝負だと思います。もう、私だったら、素直にバントで送る、まあ、ある意味、当時の高校野球の監督、私の恩師から、お前の野球、体でっけえ割には、結構、なんちゅうか、硬い野球するのって言われたことありますけども、まあ、そこはね、いろんな考え方もありますけども、まあ、逆にそこで、盗塁ね、二塁落とし入れていたら、これはもう逆にもう明豊にとってはかなりのプレッシャーでしたね。ノーアウトで得点圏。ね、もう裏の攻撃ですから、ね。一本出れば同点っていうのも十分あったわけですよ。まあこのですね、機動力。まあ私も機動力野球、実は好きなんですね。私がもし野球をするんであれば、チームを作るのであれば、機動力と思考力野球というのを、頭と足を使う野球をしますね。まあ、中学校時代がそういう野球をやってたんですけれども、本当に相手にとっていやらしいチーム、東播磨のようにランナーがどんどんプレッシャーかけてピッチャーを脅かすとか、ね、2007年のあの熊高ですね、ベスト4まで行った熊本工業のね、藤村選手とか行った時のように、ヒット1本でも2塁とか3塁進まれるチームってやっぱこう、相手にとっては手強いんですね。そこにバントとかエンドランかけて動いてくる。これは落ち着かないですね。ただ、それもですね、かなり練習をしないと、状況を見ないと、まあ、今回のようにこの機動力で逆に言い方悪いですけど、自滅という形になると難しいなというのはちょっとですね、今回私も感じた次第でございます。ということでですね、東海大相模、福岡大大濠、そして明豊がベスト8に進んだ7日目でございました。それでは大会8日目のカードです。いずれも2回戦の、3試合ですね、これで全部ベスト8が出揃うわけでございます、まず第1試合が、近畿の智弁学園ですね、奈良ですね、奈良の智弁学園と、中国広島新庄の戦い、これがかなり注目ですね。まあもちろん勝った方が明豊と当たるというのもございますが、このね、優勝候補の近畿の智弁にこのダークホースと焼いている
こちらも投手がいいですね。広島新庄がどのような試合になるのか、まあいろんな意味で私は注目をしております。第2試合が、東京の東海大菅生と、近畿京都国際ですね。こちらも、まあ優勝候補東海大菅生と、京都国際ですね。どこだったかな、柴田高校か。そことの試合でも勝ちましたしね、勢いが出てこう旋風を起こすんじゃないかと言われてますけれども、これも期待です。で、第3試合、関東、茨城の常総学院と、これで東海、愛知の中京大中京。これまた名門同士の対決、面白いですね。こう、打撃と、黒柳投手のね、ピッチングと、ね、打の上層と、投手力の中京大中京。まあ、優勝候補同士ですけれども、また引き締まった試合になるのか、乱打戦になるのか、一方的な試合になるのか、わからないですけども、もう、これはね、明日の3試合、ベスト8を揃ってかけて、かなりもう気合が入ってると思いますので、注目でございます。ということで、以上がですね、8日目のカードの一覧でございました。まあ、毎日なんだかんだで私も、高校野球のことをね、ご紹介させていただいております。まあ、コンパクトに収めたいんですけど、日に日に恐れ入りますので、動画がなくなって申し訳ございません。それでもご覧いただいて本当にありがとうございます。まあ、特に大分明豊が地元のチームがね、活躍して嬉しいのでですね、ついつい長く語りますけれども、まあ、高校野球ってね、それぞれにいろんなプレイスタイルがあって、で、応援している高校もあってですね、いろんなこう感想もあるっていうのが面白いところでございます。まあ、ぜひですね、いよいよも2回戦も終わって、この、いよいよベスト8揃って、ね、どんどん終盤と向かっていきますけれども、まあ、まずはね、無事に大会が進みますように、願っております。それではですね、今回は以上でございます。いつもお付き合いいただきましてありがとうございます。よろしければ、いいねボタン、高評価、そしてチャンネル登録もぜひ、よろしくお願いいたします。チャンネル登録連日、増えておりますし、いろんな、高校野球やっぱコメントやですね、いろんな反響いただいてありがたい限りです。一緒に高校野球を楽しんで参りましょう。ということで、それでは、また会いましょう。ゲームセット!